もどうも、ポネです。HK416 だ。ということで今回は416を使います。反動が変わったということで、適当にカスタムを組んで持ってきてみました。見た目重視なのでかっこいい。性能の方は、多分マズルフラッシュがめちゃ眩しい。って感じです。今期は M4 と416、どっちの方が優秀なんだろうね。コスパなら M4 な気がするけど、フルカスタムの実力は割と拮抗してる気がする。で、今回なぜリザーブかと言いますと、実はタニチャーパート5のマカロフピストルを取りに来ました。なので武器クレートを積極的に漁っていきたいところ。マカロフ納品してさっさとタスクを終わらせるのです。ST6 使いたいからね。タスクを進めるしかない。さて、クレート漁る前にまずはここの安全確保から始めないと。めっちゃ車線通りやすいですからね。電源入れちゃおう。そういえば弾薬は M856A1 です。今期偽売りの弾薬が 856A1 までに制限されちゃったんですよね。他の弾薬たちも制限を受けて全体的に貫通力が落ちたので、アーマーに当てるより、うまくヘッドショットを狙っていきたいところです。あ、キーボードの設定間違えてた。これでよし。レーダーは湧いてなさそうだね。奥までクリアしちゃおう。うん、まだ来てないみたい。それじゃあクレート漁っていきますか。まあ一発目でマカロフ出るなんてことはないよね。ラフは AT がありがたいぐらいかな。え、足音してるな。なんだスカブか。スカブさんが持っててもいいんだよ。マカロフピストルぐらいならチャンスはいくらでもある。マカロフ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 。う、嬉しい。ショットガンか。まあまあ。まだ始まったばかりだし。リザーブは武器クレートほんと多いですからね。さすがリザーブ。お、いいマウント持ってるじゃん。しかも投げ物2個。グレネード3つしか持ってこなかったからありがたいね。さて、あとは最初スルーしたところのクレート漁ろう。うわぁ！危な。まずい、詰めてくる。単発だ。まだいるね。詰めては来てない。相手多いな。いたー。追い打ち。ってあれ倒した人か。やばい。オッケー。ちょっと弾薬怖い。一応まだ2マグはありそう。
相手何人かな。足音的に2人か3人。まあこれで足りるかな。グレネードで一回足音聞こう。あ、回復しちゃおう。なんか奥に引いた感じなんで、こっちから攻めますか。いた。オッケー。あとはこの左かな。人数チェック。多分一人かな。もうスカブさんからもらったグレネード全部使っちゃおう。とりあえず待ち崩さないと。よし来る。オッケー。危なかった。最初単発だったし間違えて近接武器持っちゃうしで散々だったよ。まあでも、勝てたので全部オッケー。やっと治療終わったのであさりタイム。グレネードナイス。これなら全然戦えますね。こっちは M4。ん？足音来てる。二人かな？うむむ、この距離じゃ戦いづらい。もっと前に。え、もう一人は入ってたんだ。下がると詰めるの大変なんだよね。適当に打ち合いして片方誘いたい。どっちが早い？オッケー。裏来てる？あれいない。しかもあっちも下がってきてますね。さっきの打ち合いでよく倒したっぽい。じゃあ、あとは扉開けるまで待機かな。来た。扉開いてないけど。オッケー、どうやって出たんだ。さて、あとは奥の確認。これだけ静かならやれてるはず。オッケーオッケー。いや、まだいる。え？撃たれた？壁抜き？ちょっと、車線通ってそうで怖いんですけど。真上とかにいないよね？ちょ、一旦下がろう。あ。次来る。オッケー。今回地下多かったですね。まだいるかもだし、しっかりクリアしよう。
4プレイヤースカブも湧きそうでちょっと怖い。プレイヤースカブ強いんだよね。反動変更の恩恵を一番受けてる存在だと思う。で、なんでこの人は SV2 丁も持ってるんだ？スナイパーライフル大好きなのかな？はい、もうほんとプレイヤースカブ怖すぎるんで雑に漁ります。これは予備マグに使おう。なんか来た。やばい、やったもうプレイヤースカブ来るか。うおー、MCX スキャーだ。魔法陣から引いてきたんですかね。これは美味しい。ということで、今回は HK416 を使っていきました。カスタムの使用感としては、サプレッサー外してエルボを高めてきたので、SMG みたいで使いやすかったです。撃ってる最中マズルフラッシュが眩しいのがちょっと辛いですけど。でもサプなしだと銃自体の耐久も長持ちして、ジャムも減ってくるので、私は今季結構サプなし推しですね。安くなるし、軽くなるし、いいことずくめじゃん。さあさあ、反動問題が解決された今、マズルブレーキの出番がやってきましたよ。皆さんもぜひ使ってみてくださいということで、それでは今回はこのあたりで、ここまでご視聴ありがとうございました。バイバーイ。